国税2011年の問題です。この問題は500円のマグカップをエクスコ、250円のスプーンをワイコと置くところから始めたいと思いますが、合計3000円以下ということですから、500エクスプラス250Y が3000円以下、つまりですね、料金250で割りまして 2X プラス Y が12以下という式が立つわけなんですが、もう1本合計8個以内ですから、 X プラス Y が8以下のこの不等式も立つわけですね。つまりこの問題というのは、両方成り立たせるような XY の個数、解の個数問題ということができるわけなんですが、注目はこちらですね。こちらをベースにね、考えたいと思います。XY、いくらがいいかなと、いくらが許されるかと、それをこう調べ上げたいわけなんですが、X は大きい方から言った方がいいでしょうね。X6 だったらこれ12、Y0 は許されませんので、X の最大値は5、X の最大は5ですね。2、5、10なら Y は1と2の2つ。X4 だったら2、4が8、Y が1から4の4つ。X3 であれば6なので Y が1から6の6つかなということになりますけども、合計8以下と考えれば、3に対しての6で合計9はダメなので1から5の5つなんですね。 X2 であればこれ4、 Y が8以下、1から8以下なということなんですけども、合計8以下だから7、8はダメ。 X1 であればこれが2だから Y が10以下、 Y10 以下だから、はい、10個かなということなんだけども、合計8以下だから8、9、10ダメだってことになりますよね。ということで書き出してね、チェックしてあげれば、残ったもの、この丸印のものってことになりますので、ここを数えればいいってことになります。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、24通り、選択肢2番正解でした。